俺のスーツ姿に見とれちゃった？顔に泉くんかっこいいって書いてあるけど。泉慶を演じております石川海人です。よろしくお願いします。印象ですか？なんか若いなって思ってたら社長の面があったりとかするんで、なんだろう、このまま年取ってたら僕が理想のダンディーなおじさんになりそうだなっていう印象でしたね。なんか普段はひょうひょうとしてちょっとチャラついてんだけど、やるときはめっちゃやるぜみたいな、そのギャップ感がすごいかっこいいみたいな人になりそうだなと思って、なんかこれから先の未来がすごい楽しみな人だなっていう印象でした。ないんじゃないですかね、似ている部分はないんじゃないですかね。もう全然ないっていうふうに思ってます。そのまあ僕は割とチャラチャラしてますけど、じゃあ内実こうなんだろう、 K みたいに裏ではあいつはもうダメだみたいなことをやってるかって言われたら全然やってないですし、あんなに頭も良くないし優秀じゃないし人とのつてもないし外交的でもないので、似ている点はないですね。全くないです。難しい質問ですね。一人収録なんで何か事件があっても困るんですけどそう、こういうところで話せるような、そうですね、あの収録の時に僕が若干なんだ喉の調子が良くなかったことがあって、でその時にまあちょっと別日っていうことになったんですけど、マネージャーがお詫びにめちゃめちゃいいお菓子を持ってきてくれて、でまあね、現場の皆さん喜んで食べてくださってたんですけど、めちゃめちゃ音響監督に勧められて、僕からの詫びの、僕の事務所からの詫びの品のはずなのに、すげえ僕がパクついてたっていうことはありましたね。はい。解決できてない事件ってことですよね。そうですね、僕なんか何かを明らかにしないまま置いておくのがすごい苦手で、得意じゃないんで、だいたい自分の中でも結論をつけちゃうことが多いんですよ。例えばなんかこう事実に基づいてるわけじゃないけどこうなんだろうなっていうある程度の推測をもとに結論付けちゃうことが多いので、あんまり自分の中でその未だに定まっていないっていう意味であるとするなら、そういうふうにしたまんまのことあんまないですね。はい、申し訳ない。はい、泉慶を演じております石川海人でございます。だいぶですねこの作品長いこと収録させていただいておりまして、というのもですね、シナリオがめちゃめちゃグッと詰まってギャッと濃密なので、ぜひともあの長い間楽しんでいただいて、そのセリフシナリオの細部まで、皆さんに読んでいただけたら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではゲームの中でお会いしましょう。バイバイ。